んにちは。今日は、屋外に撮影に来てまして、月一恒例のね写真撮影に来てるんですけど、今日は陽介くんと二人だけじゃなくて、もう一人動画も撮ってくれる翔吾くん、いつぞやの私の動画で登場している翔吾くんと三人で、常滑に来てます。本当はもともと篠島の方に、島に撮影に行く予定だったんですけど、ちょっと雨が降ってくるかもしれないみたいな変な天気予報で、急遽常滑のね焼き物散歩道に来てます。とにかくめちゃくちゃ暑くてね、ちょっと汗だくになりながら、まだねと言っても朝の9時なんですけど、ちょっと撮影しながらまた Vlog お届けしたいと思いますので、最後までお付き合いください。もうちょっと こっち来ますいいですか。うん、そういうことね。よし、はーい。うん、いい感じ。虫がめっちゃ飛んでる。カバンはいる？カバンはいる？ああ、いらない。普通に、あ、じゃあ、これが精一杯だもんな。そうなの。じゃあ行きまーす、はい。どうぞ。めちゃめちゃ暑くって。いろいろお散歩して歩いて写真撮影はしてるんですけど、まだお店が開いてなくて喉を潤せないの。アイスコーヒーが飲みたい。二人がカメラのことで話し合いをしているので、一人で土管坂をお散歩中。すごくない？すごくない？この絵。土管坂休憩所だって。行ってみよう。暑いの今日すっごく。よいしょ。今日この二人全く同じ格好してきたの、どうして示し合わせたの？それだけ仲がいいんすよ
何、約束しないでこんなこと起きるわけ。ねえねえ、通じ合ってる、通じ合ってるの今日まだ2回目なのにね。面白いね。本当面白いね。もう暑くて暑くてしょうがないんですけど、もう私は早く涼みたいんです。カフェ行こうか。はい。すごいの、もうね、顔からね汗が吹き出してくるんだよね。髪の毛もすごい、もう吸ってんじゃん。めちゃくちゃ吸ってるよ、涼ませて。めちゃ猫撮ってるんだもん。ほら、ずっと猫撮ってる。やっと終わった。
も雨が降ってるから、どうなることかと思ったんだけど、なんとか来まして、はい、この辺からは雨止んでます。天気予報のレポーターみたいだけど。今から篠島の展望台に行くんですけども、はい、ここの茂みの中をね、歩いて向かってます。はい、時刻は4時。はい、今日6時に出発して、今4時。10時間何やってたんだろうね。ね、焼き物常滑行って、あ、そうですね、で、おしゃれなカフェ行って、ランチしてお茶して、今に至る、うん、濃い新道中だね、これが新道中って言うんだよ、うん、そう、3人いるからできるよね、そうだね、うん、ね、翔吾くん、はい、はい。お、ちょっと太陽が差してるじゃないですか。綺麗。よかった。間に合って。間に合ったよ。みんな見える？めちゃくちゃ綺麗なの。今回は、今度は波打ち際で撮影してきます。はい。